何がいいかな。そんなに警戒されると傷つくな。僕はこれでも痛いけな一人の乙女なんだよ。悪いが、会うなり強欲の魔女なんて名乗った相手に警戒するのは無理だ。なるほど。今はお前と話すより外にいるはずのエミリアと合流したいんだよ。え、嘘でしょ。僕は強欲の魔女だよ。世界中のあらゆる権力者が僕の知識にすがろうとこの身を求めてきたんだ。そのまず落ち着こう。落ち着いて話しよう。誰も知らない世界の真実の知識が興味ない。お前との茶飲み話はまた別の機会に作ってやるから。死者に